久々といっても2ヶ月ぶりぐらいかな、足盛岩に来ました。それでもうちょっと季節も変わって涼しくなってきたということで、だいぶあのガサガサもやりやすくなるんじゃないのかなと思って期待してきたわけですけど、川筋を淡々とやっていきます。ありました。これはなんかカマツカかな。久々に見るような気がするんですけど、こっちかな。正面。マガエル、かわいいな。こいつ見たら、今度は何も入ってない。あ、どんこ今。どんこちっちゃいの来た。これはかわいいな。え？すごいちっちゃいですけどね。かわいいです。とりあえずとかね、すごい良さそうですけど、あ、麦つこ来た。もう決まってる、大体決まってるから決まってるんですけど、それでも来たら嬉しい。それでこの縁の今上がってきたわけですけど、この辺からちょっとやってみようか。なんかね、小魚がねすごく移動してます。よし、登り。しまよし登りが取れました。こっち向いてくれたらね嬉しいんだけど、どうやらカメラは苦手なようで。どこ行くかな。
タイが入った。ちょっと元気ない？もっとガサガサしてる時にはもしかして足が当たったかわかんないんですけど、ちょっとショック受けてます。でとりあえずキープして、もしダメだったらこれは持って帰って食べます。あ、またどんこの、どんこの今年生まれたばっかりのそういう大きさのが結構多いです。あ、これは何かな。これは元気がいい。オイカはまだ子供ですけど、オスかな、かわいいっす。ちょっとよどみ、岸沿いとかよどみをやっていこうか。この辺吉野ゴミ、そうだな。あ、やっぱり吉野ゴミたくさんいました。全部島吉登りでした。うん、でも大きいのは5センチぐらいある。どうすかな。とりあえずこの辺でちょっと魚を一時休憩して、そしてまた続けようかな。復活しました。まあこれはこれでよかった。よし、じゃあ一回これをここでリリースして、でもう少し神の上流の方に向けて行ってみよう。ありがとう、ありがとう。さっきのあのガラスはちょっと欲しいな。持って帰ろうかな。あ、なんか入ってますわ。今ね、ちょっと心をここにあらず。ガサガサに来とってね、そういうこと言うのもおかしいですけどね。それはもう魚たちに申し訳ないですけど、いや魚たちにとってはそんなことはどうでもいいか、どうでもいいが、もう早逃がせよ、そんな感じでしょうけどね。向きつく小さいですけどね、綺麗です。あとこれ吉野ゴリ見えないですけどね、島吉野ゴリが2匹。あ、取れた。お、エキサイトしてますね。あ、でもこう見たら麦つくのヒレ綺麗だな。これ婚姻色なんかな。これもどう分からんけど、クサガメが泳いでいます。捕まえてみようか。よいしょ。
あ、匂い出してますね、臭い。すごい小魚がね、うじゃうじゃ、小魚うじゃうじゃいます。沈めて見えるかな、ゴーグルちょっと外して沈めてみますか。魚を追い込んでみたつもりなんですけど。